受けたのはまあいつですかね、まあ、去年のどっかで受けて、でまあ初めはちょっと自分も想像外だったのでだいぶ考えたんですけど、まあ、コロナもありましたし、まあ、でも上海のチームの歴史もとても古くて、あの強いチームでいい選手もいるっていうことでしたし、まあ、本当にまた強くチームを強くしていきたいという熱意を感じたので、あの思い切ってチャレンジすることにしました。我是高张麻子上海你好。まあもちろんそれはあの全ての試合に勝つことをあの目指してやってますし、まあ若くていい選手もいますし、まあ若いということに限らずどの選手も成長することができると思うので、まあ、選手の成長とチームの成長っていうのはあの目指してやっていきたいなと思います。本当にあの選手のこうトレーニング環境とか、まあ、食事含め、まあ、本当にその世界の中でもトップレベルなんじゃないかっていうぐらい恵まれてるとは思います。まあ、ただあのみんな本当にポテンシャル高い選手多いですし、まだまだこう伸びしろはあるんじゃないかと思います。